こんにちは、翔太です。今回なんですけど、私は行ってないんであれなんですけど、ツイッターでですね、放置少女光へ出張所ですね、こちらに行ったんだろうなって思われる方のですねツイートを見かけたので、話していこうかなというふうに思います。こちらなんですけど、渋谷の光へ、ちょっと私は行ったことないんですけど、あるかな、多分ないと思うんですけど、の3階のアーバンコアっていうところで、今放置少女光へ、出張所っていうのが行われてるみたいで、まあ花嫁がメインかな、で何かが行われてるみたいです。で今回なんですけど、7月に新登場の花嫁衣装も展示っていうところで、こちら実際に行った方はですね、7月に新登場の花嫁衣装も見ることができると。でまあ見たんですよ、こちら来るみたいですね。カエサルだと思います。カエサルの花嫁がまあほぼ確定で来るんじゃないかなっていうところです。多分これ露出だいぶ少ないんですけど、アプリで来る際はもう少し露出激しめで来るんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、他のキャラクターとかも結構露出少なめになっているような印象があるので、こちらはまあこの光栄に出展するっていうので、こういう風にしたんじゃないかなとは思います。カエサルですね、まあどっちかっていうとオープニングとかに登場していたカエサルみたいな顔になったかなと思います。個人的にはこちらの方が好きですね。カエサルの花嫁が来そうなので、まあ初代 MR っていうところで、撮った方は当時多かったと思います。かなり最前線のキャラクターだったので、 UR 線から MR に移行した時期っていうのはかなりこのカエサルが最前線のキャラクターで、まあじわじわと、まあアグススが来たぐらいからかな、明らかにカエサルがちょっと、控えめになっていったのはだとは思うんですけど、まあ花嫁化ですね、特に神泉がかなりぶっ壊れた、もともとがあの性能でかなり花嫁化することでトッププレイヤーが使うぐらいですね、壊れたっていうところがありますので、まあ、もしかしたら、かなり壊れたキャラクターになる可能性っていうのはあります。ネロのですね花嫁っていうのも、まあ、取った方は少ないと思うんですけど、かなり個人的には強力なキャラクターだったと思いますので、まあ、このキャラクターは非常にですね多分壊れるかなと思いますので、まあ、しかも白バフ減らしできるんですよね、カエサル。これは期待大ですよ。白バフ2ターンずつ減らしたりとかできちゃうかもしれないので、もしかするとかなり個人的には期待しているキャラクターとなります。まあ、来るのが楽しみですね、非常に楽しみに待っていようかなというふうに思います。まあ、今回はここまでにするんですけど、7月に登場なので、まあ割とすぐ来るんじゃないかなと思います。まあ来週もう7月ですもんね。はい。なので、まあ、来た際はですね、まあ、私もちょっと撮るかもしれないですね。もしかすると。あまり花嫁キャラクター撮ってないので、まあ、非常に悩むところですけど、楽しみに待っていようかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録、よろしくお願いいたします。